さあ、皆さん、改めまして、水木隆太です。今回はですね、まあ話したいこと、まあ、たくさんあるんですけど、なんと新しい仲間がやってまいりました。はい、アクセルに新しい従業員が来てくれて、でね、まあ、きっかけとしては、まあ僕の YouTube 見てくれて、で、僕にインスタの、DM が来てて、で、まあちょっと男性なんですけど、指名で入りますかと。男性なんですけど、指名で入りますかと。DM がこう来てて、あ、大丈夫ですよ。で、まあそこから日にちが1ヶ月間経ってて、で、まあある日出勤したらね、もう入店してたという流れで。あら、びっくりと。ということでございます。はい。でね、まあ、入店したきっかけとか、あとは、どういう人なのかっていうのは、まだ視聴者さんわかんないと思うんで、ちょっとまあ説明してほしいかなっていうのと、あとはまあ、今 TikTok とかにも結構出てもらってて、再生回数が半端ないっていう、なんかすごい能力を持ってるから、まあ、あとシンプルに、なんかまあ、源氏の司って言うんですけど、司って俺が見てて、まあ、表情はあんまないんだけど、こう、持ってるものっていうのはすごい、まあいいやつだなって思ったりとか、こうなんかすごい真面目なんだなとか、人としてすごいいいやつだなって思う。まあ、ただちょっとまだコミュニケーションとかね、そういう部分に関してはまあちょっと、まあ、まだ全然っていうのはあるんで、そこはまあアクセルに入店してもらって、まあ、どんどんスキルアップしていこうかなって思ってるんで、まあなんでちょっと自己紹介と、いうなんか緊張する？緊張します、ね。そうです。自己紹介とそれをちょっとお願いしたいかなと思います。思います。はい、OK。で、まあ、今のこの自己紹介ではちょっとモザイクは外すんで。ちょっとお願いします。どうぞ。この度アクセルに入りました花澤司と申します。歴はないです。水木隆太さんのチャンネル結構見てて、いや憧れて、どうやったら髪セットとかうまくできるのかなって最初興味本位でダイレクトメール送ってそれで気がついたら入ってました。よろしくお願いします。お願いします。どう、実際こうアクセル入ってみて、今何ヶ月目？2ヶ月目です、ね。ああ、どんな感じ？みんな優しいんですけど、うん、自分が能力ないから。いや、そんなことないよ。結構きついですね。これからだ。能力っていうのは、どういった能力がないって思う？コミュニケーションスキルが全くないっていう。まあね、全くなくはないけど、やっぱ緊張しちゃったりとかさ、あとやっぱ緊張すると顔ってこわばっちゃうからさ、はい、それがやっぱちょっと真顔みたいになっちゃうと、まあ女の子からしたりとかしても、まあ、ちょっと感情が分かりにくかったりとかさ、はい、なんかまああれちょっと私のこと気に入ってないのかなとか思っちゃうから、はい、まあ今の司の目標としては表情を豊かにすること、はい、と、あとはまあ司って結構話すときすごくトーンとか、はい、話し方がすごく一定で話してるから、はい、そこに対して起伏を作ってあげるとすごく良くて、はい、感情が分かりやすいような話し方、あ、はい、今すごい嬉しいんだろうなとか、あ、今ちょっとなんて言うんだろうな、考え事してんだろうなとか、まあ、そういろいろ、はい、感情を出す話し方っていうのも、まあ、勉強してもいいかなって、まあ、俺はすごい見てて思うから、はい、まあ、そこはちょっと練習していこうっていう感じで、はい、で、まあ、司のなんか人生というか、そういうのはどうだったのかなとかも気になったりとかして、どんな感じだった？20代の頃は本当にキャバクラ三昧でしたね。あ、そう。マジで？え、結構お金使ったりしたの？4000万ぐらい使いました、ね。4000万？はい。マジで？そんなお金でそもそも持ってたの？持ってましたね。なんで？ FX で稼ぎまくりました、ね。そうなんだ。FX でそんな稼げるんだ。めっちゃ稼ぎます、ね。どうやってやってたの？ハイローっていうアカウントがある、アカウントっていうかサイトがあるんですけど、それでハイかローにかけるっていうので1.8倍つくんで、それをずっと繰り返し、ずっとひたすら画面見ながらずっとやってるだけです。ひたすらだからパーフェクトオーダーとか言われるものをずっと見てて、それでずっと張り付いて、ずっと同じ一定の時間ずっと張り付いて、ずっとその取引やってるだけです。え、すごっ。全然難しい。結構天才じゃないですか、それ。確かに。え、もうやってないの？たまにやるんですけど、でも実家の仕事の方が忙しくなっちゃって。お、実家の仕事は何してんの？地主なんで、税理士と相談とか、あと弁護士と相談とかすごい頻繁に組まれてるんで、結構きついですね。ああ、そうなんだ。その川上さん一人に4000万使った？いや、トータルでですね、一人が3000万ぐらいです、単品で。あ、じゃあ一人3000万、あとの1000万。ああ、それは振り分けましたね。何人ぐらい？4人ぐらいです。4人に？4人に。すごいね、それも。そうなんだ。で、今はその子たちはどういった感じになってるの？
まあ、いい関係がある子もいれば切れちゃった子もいます、ね、ああそうなんだ。じゃあそのまあなんていうんだろう、お客様の気持ちとかさ、はい、まあ、こう高額使ってくれる姫の気持ちとかは結構わかるみたいな。わかりますね。ああそうなんだ。3000万使った子っていうのはさ、どういった気持ちで使ってたの？いやもう普通になんか満足してん、まあなんかバンクリの婚約指輪まで買ったぐらいですから。あ、もう結婚するみたいな感じだった。結婚するみたいな感じ。すごいね。その前に1年ホストやらせてくれって頼み込んで、この疑惑に。ああそういうこと。飛び込みました。あ、付き合ってるみたいな。そうです。新しい、新しいです。あ、ただでもいい姫が現れたら全然乗り換えようと思いますけど。いいの話しちゃって YouTube 大丈夫です。あ、本当。そっか。どういったホストになりたいの？レイトさんみたいにかっこいいと、あとお笑い枠で使ってもらえるホストになりたい。両方できたらいいなと思ってます。あ、そっかそっか。お笑い枠で、どこら辺をいじっちゃっていいの？いじっちゃっていいです。結構結構大丈夫。マジで？どこをやっていじったらいいんかね。ハゲてるやないかでいいんだ。やっぱそこはいいんだ。すごいですね。うん、気持ちの面で揺さぶられると結構きついですけども、うん、自分の身なりをいじられるのは全然。ああ大丈夫大丈夫。そこでも強みではあるかもね、自分のターニングポイントというかね、はい、そこでちょっと仲良くなったりして、はい、この人面白いなみたいでね、指名でつながるパターンっていうのはあるかもね。はい、うん。目標売上とかある？目標売上500万です。ああ、いいねいいね。500万か。最終的にはさ、その例えばじゃあお金を稼いでどうしていきたいの？レイトさんと一緒にビジネスやりたい。俺と？はい。ああ、何をやりたいの？焼肉屋とか、あとはジムとか。めっちゃ俺の YouTube 見てんじゃん。でも本当に焼肉屋は自分的にあの知ってる店があって、そこからつて引っ張れば結構できると思うんですよね、レイトさん。あ、マジで？それ頼もしいね。そう、俺焼肉めっちゃ好きでさ、やっぱやりたいんだよね、そういうの。ジムとかも、まあ、俺結構行ってるじゃん、はい、だからやっぱすごいみんなジムの人たちすごいいい人たちだからさ、うわジム経営もすごい良さそうだなとか思ったりとかさ、ジムに来てる人たちもやっぱお客様たちもすごいみんないい人そうなんだよね、はい、だからすごいいい関係性だなって見てて思うから、一緒に今のね、確かにそういうのもいずれはできたらいいね。そうですね、うん、なんかできたらいい。そうだね。まずはまあね、本当に司を見て一人でもね、あの指名できてくれる子がいたらいいよね。そうですね。まだ一人もね、まだいないよね。はい、うん、まだ頑張ってれば絶対いずれは誰か見てくれてるし、誰か絶対なんか何かしら結果は出ると思うから、はい、うん、頑張っていきたいね、うん、SNS 的にはさ、なんかまあどうしてほしいとかどうやってやりたいとかある？特にフリーダムでやってもらって構わない。もう自由にみたいな。自由に、うん、ヘイトフリーダムでやってもらって構わない。なということでね、あの花澤司っていう新しい従業員が入ってくれたんで、ぜひ、まあ、これからホスト TV とかにもねちょこちょこ出ると思うんで、TikTok とか、まあ、見に来たい人とか話してみたい人はぜひ来ていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあバイバイ。頑張りますんでよろしくお願いします。パお花。